て特撮チャンネル。どうも、ぬえててです。どうも、ぬえやんだぜ。今回は仮面ライダー電王の特殊なフォームについての動画となります。特殊なフォーム？どういうことだぜ？ある意味劇場版限定フォームの走りとなったフォームなんですよね。さて、そんな電王の特殊なフォームは、両太郎にジークが憑依して、電王ベルトとライダーパスを用いて変身する。変身。で、おなじみの仮面ライダー電王、ウイングフォームです。これは、ソードフォームの色違いっぽいけど、名前の通り仮面がウイングっぽいぜ。モチーフは童話、白鳥の湖の白鳥から来ていますね。白鳥の湖、童話として読むよりバレエの題材としての方が有名だったりするよな。このフォームはアックスフォームと正反対のような性能をしており、ジャンプ力や走力はトップクラスで、キック力もそこそこありますが、パンチ力だけは全形態の中でワースト1位というスペックになっています。白鳥だから腕力はないけど、機動力はあるって感じなのかな。使用する武器は電ガッシャー、ブーメランモードとハンドアックスモードで、電王としては珍しく二刀流で戦います。ブーメランとハンドアックスって珍しい組み合わせだな。近距離はもちろん、投擲することで遠距離にも対応することが可能ですが、どちらかといえばスピードを生かして手数で押し切るスタイルで戦いますね。素早さトップだもんな。必殺技はロイヤルスマッシュで、ライダーパスをベルトにかざしてエネルギーをフルチャージし、2つの武器で敵を挟み撃ちにします。両手持ちだとフルチャージするの大変そうだぜ。さて、変身者のジークですが、名前からもわかる通り両太郎に取り付いたイマジンではなく、高山しおりという女性に取り付いたイマジンです。彼女の願いは、自身の赤ちゃんが無事に生まれてきてほしいというものであったため、ジークは赤ちゃんに付き直し、共に現代に誕生し、彼を守っていました。すごい珍しいパターンだな。この赤ちゃんは大企業の会長の孫のため、金目当てで誘拐されましたがジークによって連れ出されたところを、リュータロスが憑依した両太郎に拾われました。え、それ結果的に両太郎が誘拐した感じにならないか？普段の不運も相まって、警察に連行されましたね。その際赤ちゃんは高山さんの家に帰れましたが、アンラッキーだぜ。ジークは非常に尊大で高飛車な性格をしており、他人を勝手にお供や召使い扱いをする上、動くのは私ではない、世界だと言い放つ王子気質です。自己中すぎるぜ。ですが、自身の契約者である赤ちゃんを我が兄弟、しおりを母上と呼んで非常に大切にしており、受けた恩はちゃんと返すぎりがたい性格をしています。わがままだけどそういうところはあるんだな。現代で新たに誕生した作用家、通常のイマジンよりはるかに強く存在できる力を持っており、ベルトもウイングバックルがついた特別なものになっています。両太郎への憑依もユータロスを跳ねのけられ、他のイマジンを一定間手のひらサイズに縮めるといった特殊な力を持っています。特別なイマジンなんだな。しかし、日々新しい記憶を得る赤ちゃんについていたため、彼の中からジークの記憶が消えそうになったことで自身も消滅しそうになります。桜井さんもそうだったけど、電王の世界は誰かの記憶が存在のキーなんだよな。ここで両太郎が起点を聞かせ、ジークの本来の契約者がしおりであったことに気づき、しおりの願いはすでに叶えているため契約が完了していることを突き止めました。そしてしおりが最も強い記憶を持つ日に電ライナーで送られたことで消滅の危機を逃れ、両太郎に命を救われるという恩を受けました。まあ、冷静に考えたら赤ちゃんが白鳥の湖の物語のイメージなんて持ってるはずがないもんな。この一件で両太郎には恩義を感じており、テレビシリーズの間に挟まる劇場版や、テレビ本編の最終決戦などで助っ人として力を貸してくれます。ああ、だから劇場版限定フォームの走りって言ってたのか。言ってしまえば、劇場版からのゲスト出演みたいな感じでしたからね。特別な時以外は出てきません。余談ですが、彼のあまりに身勝手な言動に怒った電王のヒロイン、花は彼をぶん殴ったのですが、それで彼は開眼してしまいました。開眼って、
以後は花を姫と呼び慕うようになり、彼女に好意を抱いています。マゾなのかな？なお、花は諸事情で番組の途中から小花というキャラに変化したのですが、それでもジークは姫と呼び慕っています。見てくれだけじゃなく中身に惚れたのか。ジークの口癖は、降臨、満を持してであり、戦闘前などによく使います。王子気質というか、偉そうな感じがするぜ。特別な時にしか出てこないため、そういう意味でも降臨、満を持してなのかもしれませんね。さて今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。Twitter のフォローもぜひ。皆様のご声援が励みになります。それでは、また次回。